オリックスバファローズ観戦記録44試合目。バファローズ4連勝、やっと鷹狩り。田嶋大樹7回3安打3塁踏ませず4勝目。左打者抑え込む、ふふふ。これではっきりしました。ホークスは左投手に弱い。有原康平7回6安打自責点に4敗目。周東、今宮、栗原、山川、近藤が封じられた。中村晃立てマルチ安打。対ソフトバンク戦4勝6敗1分け。オリホー。本日のガチャ1000円。15時12分、京都西大路出発。16時12分、大阪メトロ鶴見緑地線乗り換え。16時21分、ドーム前、宮崎到着。16時34分イオンで買い出ししてドームへ。本日の出勤スタイル、熱い熱い。アルコール補給の日。今日はファンクラブの日でアロハシャツがもらえました。とってもいい感じです。17時2分入場します。クーズー CE。 その際、ゴミの分別にご協力いただきますようよろしくお願いいたします。着席の乾杯の儀。加減してね、ソフトバンクさん。大変長らくお待たせしました。これよりバーソルパリー公式戦、オリックスバファローズ対福岡ソフトバンクホークス11回戦、両チームの予定スターティングライナー並びに審判公式の国を発表します。まずはホークス1番セッターズナー周東右京。背番号23番ショートストップ今宮健太。背番号3番サードベース栗原涼也。背番号24番4番ピッチャー山川穂高。背番号25番ピッチャーレフトナー近藤健介。背番号6番ファーストベース
ベルちゃんもウォーミングアップ。1塁受け、2塁山村、3塁深谷、公式の国は前田。以上で行います。試合開始まで今しばらくお待ちください。元気なホークス応援団、
足元寒い。そこで株式会社一生エステより営業部成口俊介様、営業部高木力様より両チームに花束が贈呈されます。バファローズ杉澤選手、ホークス佐々木選手はマウンド付近までお越しください。国歌を歌っていただきますのは歌手の新浜レオンさんです。第61回日本レコード大賞新人賞、テレビドラマ日曜劇場下克上球児で俳優デビュー、アニメ主題歌捕まえて今夜は TikTok 再生数1億回超え、木梨憲武プロデュース、所ジョージ作詞作曲のすべてあげようはオリコンランキングで1位を記録、現在テレビイベントで各方面で活躍されています。それではよろしくお願いします。いよいよ選手登場です。
試合の審判は球審岩下、塁審一塁受け、二塁山村、三塁控え、投手職員は前田、以上で行われます。
バッター6番さあ You're the one.
の MVP はご覧の方です。そのままお席でお待ちください。12億円になるか。バファローズ選手の交代をお知らせいたします。レフト石川に代わりまして、5番、3番、ラフルダー。近いバファローズがマウンドに上がりましたが、ここで投手交代になります。誰でした？怪人テルドモ。
疲れ様でした。